おはようございます。今日は9月17日、現在の時刻は朝5時半となっております。ちょっと本当は朝一起きてから、こうやって動画撮ろうかなと思ってたんですけど、まあ朝ということで5時に起床したんですけど、まだねこの外が結構暗かったので動画撮れないなということで、ちょっと起きてから、軽く、まあ、髪セットした状態から、動画撮ってます。で今日9月17日なんですけど、今日は何の日かと言いますと、ユニクロ U の発売日となります。で今日はねちょっとユニクロ U の発売日ということで、いろんなことを、1日通してやっていくので、ちょっと僕が、ユニクロ U の発売日どんな1日を過ごしてるかっていうのを Vlog に、残したいというふうに思います。ということでちょっと手作り感のある、今日も Vlog ですが、ぜひ最後までお楽しみくださいということでですね、まあ今日まずね一発目なんですけど、まあ、ユニクロ U を店頭に見に行くのが、11時に、僕の見に行くユニクロの店舗がオープンするので、11時までねまだ時間あるんですけど、その前に今日は、サッカーの練習がありますので、6時からね、もう練習があるので、早速サッカーの方の練習に今から向かいたいと思いますって感じで、まあちょっとまずはね、サッカー場に移動したいと思います。はい、ということで、今世田谷公園に来ております。まあ都内であんまりできるサッカー場って少ないんですけど、まあ割と都内で、数少ない、サッカーができる場所ですね。一応コロナ禍でね本当にあんまりこうサッカー場とかってなかなか今利用できないんですけど、まあ世田谷公園だったら利用できるということで、朝6時からみんな仕事前に集まってこんな感じで、サッカーの試合やっております。残念ながら僕は今ちょっと内側の靭帯を怪我してるので、ちょっと今2ヶ月ぐらいサッカーはできない状態なんですけど、今日はまあゲームはしないでリハビリということでランニングしたり、まあ、ストレッチしたり筋トレしたりって感じで、まあやっていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、ある程度1時間半ぐらい、ランニングしたり筋トレしたりストレッチしました。いやまだちょっと今内側やって2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まだちょっとボール蹴ったりするのは無理かなって感じで、あと1ヶ月ぐらいサッカーはちょっと本気でねやるのは無理かなっていう風な、状態です。ちなみにちょっとせっかくなんで僕の履いてるスパイク紹介しようかな。まあ結構ね、なんかスパイクはいろいろと履いてるんですけど、最近すごい気に入ってるのがこちらですね。プーマのね、キングっていうやつかな。ネイマールとかが履いてた方なんですけど、こちらのスパイク履いてます。まあ結構スパイクいろんなメーカー履きますけど、個人的にはプーマが一番足に合ってるかなって形で、あんまりね洋服だとプーマとかは着ないんですけど、結構スパイクに関してはプーマが気に入ってて、プーマをよく履いてます。うん、ちなみにねトレシューに関してはアディタスのコパムンディアルっていう型を履いてます。うん、なんかねトレシューだとちょっとあんまりプーマ好きじゃなくて、トレシューだとコパムンディアルっていう、まあ、結構クラシックなトレーニングシューズなんですけど、そのなんか重さがすごい好きで僕はコパムンディアルを履いてますって感じで、うん、まあ、やっぱり朝から運動するのは気持ちいいですね。ということで今ちょうど8時前ぐらいになるんですけど、ここからまたお家に帰って、準備して今度はユニクロの店舗に行きたいと思いますということで、まあちょっと朝一の、サッカーの模様をお届けしました。はい、ということでサッカーから帰ってきて、今シャワーを浴びてちょっと、まあお店の仕事を、終わらせて、今時間が10時に
になります。でここから、11時に一応ユニクロはオープンなんですけど、まあ、10時半ぐらいには一応行っても並んどこうかなということで、今からお家を出たいと思います。髪の毛はね今日なんかちょっとアップするかダウンするかいろいろ悩んだんですけど、まあ、ちょっとユニクロ U だったらなんかダウンスタイルの方がいいかなって思って、今日はダウンスタイルでセットしてみました。で服装なんですけど、なんかやっぱりねユニクロに行くときは結構着替えをたくさんするので、まあ基本的にはこうタンクトップですね。まあタンクトップだったら着替えスムーズにできるし、まあこのシャツは結構こう脱ぎ着が、スムーズにできるので、まあこんな感じで結構ユニクロに行くときはもう試着がしやすいような、装備で行きます。本当にね隅から隅まで試着するんで、多分アウターとか、まあ、上だけでも多分30着ぐらいは試着するかなと思うので、本当にねこの結構タンクトップを装備して軽装で行くっていうのが、まあ、すごいユニクロの戦争するときは重要なことでございます。ということでじゃあ早速ですね、この後ユニクロさんに向かいたいと思います。はい、ということで、現在ユニクロの原宿店前に到着しました。まあ、僕はもう30分前に着いてたんですけど、バンちゃんが、開店10分前に到着いたしました。ここから、ユニクロ店内、まあ、あと10分でオープンするので見ていきたいと思います。バンちゃん、ユニクロ U とかどう？気になるの？バンちゃんとか。今回気になりますね。あ、気になるの？ちょっとメンズのやつ、イチョさんが言ってたやつが。どれ？なんかワイドパンツ。あ、ワイドパンツ。あれけど古着で持ってね。確かに。そんな感じでちょっと今から見てくるんですけど、まあ大体1時間半ぐらいかかるのかな毎回。はい、でバンちゃんにちょっとあのいろいろと荷物持ってもらったり、試着してもう決まったやつとか持ってもらったり、やっぱり一人で見てるとどうしても時間かかっちゃうんで、ちょっとバンリに手伝ってもらいながら店内1時間半ぐらいかけて見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、時刻は何時だ？12時半ぐらい？まあ入店から1時間半かけて、ユニクロ U の、まあ、全商品一応試着してって感じで、見終わりました。この後店頭に帰って、ライブをやりたいなと思います。まあ、全型レビューって感じで、これもライブも1時間ぐらいかかるかなと思うんですけど、ライブ配信で、視聴者様に、まあ、ちょっと今回のアイテムの感想などいろいろね、述べていきたいなと思っております。ちなみに今日は結構買いました。こんな感じですね。何点ぐらい買ったんだろう。10ちょい なんか2、3点かなと思ってたんですけど、結構良かったよね。良かったっすね。なんか思ってたよりなんか行ったら行ったでテンション上がって、これでも結構欲しいなと思って最後まで悩んで、最後3点ぐらいレジの前でそう剥がした感じだけどね。本当にレジ持ってくまではかなりいっぱい買おうかなってものがあって、ちょっと今回はかなり欲しいけどちょっとやめたものも多かったかなって感じです。って感じで、とりあえずユニクロの、これでね商品をとりあえず見に行くのは終わりましたので、これからライブに移りたいと思います。はい、ということで、ユニクロから帰ってまいりました。いやー、いっぱい買っちゃいました。いや、ほんとこんな買うとは思ってなかったな。で、こっからまあね全部試着していろいろとね、まあライブに向けてというか皆様にちょっとレポートをお伝えしようと思って、これからライブ配信を、やりたいと思います。いや、本当ライブも1時間ぐらいやるのかな。まあちょっと2時からのアポイントメントが入ってて今1時10分なんで、まあ40分ぐらいでちょっとまとめてライブできたらなと思うんですけど、ちょっと頑張ってここからライブ配信を、やりたいなというふうに思います。ちなみに今着てるのがあのユニクロ U のこちらがなんだっけ、ジップジャケットかになります。ちょっと眠くてね、全然なんか思考が止まってしまってて、このまんまちょっと今日仕事できるのか不安ですけど、こんな感じでなんとか乗り切りたいと思います。こんな感じでまた後で。
はい、ということで、ライブ配信今終わりました。いや疲れたいやちょっと途中でお客さん来ちゃって、ちょっと中途半端な形のライブになっちゃったんですけど、まあなんかあんま喋れなかったな、悔しいな。やっぱりあれですね、ユニクロのライブとかやる日はちゃんと睡眠を取らないとダメだなっていう風に思いました。なんかあんまり喋りたかったことが全部伝えられてないなと思って、まあそれがちょっとライブの難点なんですけど、まあ逆に言うと収録をこういうなんつうんだろう、まあなんかレポートみたいな感じでやっても、逆にそれはそれでうまく話せなくて何回も撮り直して、結局なんかすごい時間がかかったりもするので、まあなんかうまく喋るっていうのはなかなかやっぱり難しいことだなっていうふうに思うので、やっぱりレポートをちゃんとしたかったら数点に絞ってちゃんと言うことを考えてからやんないとね、多分うまく伝えられないのかなと思います。まあけど最低限のことは言えたかなと思うので、まあちょっとユニクロのね、まあライブレポートをまだ見てない方はよかったらアーカイブ残ってるので見ていただければと思います。ちょっと悲惨な感じでね、全然思考が回ってないのでうまく伝えられてるかどうかわからないですけど、いやもうほんとちょっと朝早すぎたし、朝早かったんですか、ほとんど寝てない状態で始めちゃったからもう眠いな、今後不安ですけど、ちょっとね、今からお客様接客したいと思います。今日は北海道から来てくださってるお客さん、まあもう本当に 5,6 年の付き合いの常連のお客さんなので、まあちょっといい服選べたらなと思います。ということでまた会いましょう。はい、ということで接客を終えました。ただいまの時刻は5時ぐらいですね。ちょっと日が沈んできたかなぐらいの時間帯でございます。2時からお客様接客させていただいて、その後も新規のお客様がフラッとお店に来たので、そのお客様対応させていただいてっていう感じで、ちょっと2組のお客さん対応して、まあ、気づいたらもう5時になってしまいました。本当はちょっとユニクロ U のね、アイテム使って外で着画とかいろいろ撮りたかったんですけど、もう外がだいぶ暗くなってきそうなので、今日はちょっと着画は撮れなそうなのでね、本当は今日着画とか撮って今夜ユニクロの本当はレビュー動画みたいのを作ろうかなって思ってたんですけど、やっぱりもうちょっと睡眠不足も相まって思考が停止してるので、この状態で動画撮るのどうなのかなっていう感じがすごいしていて、なんでこれからの時間はちょっとユニクロ U の今日購入したアイテム、いろいろもう一回お店でいろいろ着てみて、まあ、着こなしとかもちょっといろいろイメージしながら考えてみて、まあちょっとユニクロの動画は明日作ろうかなっていうふうに思ってます。ちなみに今着てるのが、ユニクロの U の今回のチェックシャツですね。これね、なんか本当に事前レビューとかで紹介してるときはちょっとストリートっぽいテンションのシャツかなって思ってたんだけど、思ってたよりやっぱ着たらかなりクラシックなタイプのシャツですね。もう襟がやっぱこんなに大きくてちょっと尖ったデザインで、もう70年代の完全にディテールなんですよね。でチェックの感じもこうちょっとシャドウのこんな感じのチェック柄で、やっぱりアメカジのそれとはまた違うヨーロピアンな70年代のシャツみたいな雰囲気で、めちゃくちゃなんか子供のちょっと押してるワークなスタイルとかにもすごいハマるし、なんかこう僕とかよくねハンチング被るんでハンチングスタイルにもハマってくれるし、なかなかこういうなんかシャツって探してもないよねって感じで、なんか今着たらやっぱりめちゃくちゃ珍しいなと思ってすごい気に入ってます。はい、あ、すいませんなんかね、そうこのね動画撮るときって大体タバコ休憩中に動画撮ってるんで、いつもタバコ吸って申し訳ないんですけど、もう僕は大体1日に1箱開けるぐらいのヘビースモーカーなのでね、なんかまあこうやって休憩中にちょっと本当に動画撮ってて申し訳ないんですけど、ちょっと今日は忙しくなりそうなのでね、まあちょっとこんな感じで、動画撮影してることをお許しください。じゃあ今後はちょっといろんなアイテム本当に着ながらですね、明日の動画作りに向けてのまあちょっと話すことだったり、どんなアイテムと実際合わせたらかっこいいのかみたいなことをちょっといろいろ考えていきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでちょっと試行錯誤していきたいと思います。
ということで、いっぱい試着しながら、まあ鏡とちょっと向き合って、まあ服の着こなし考えてみました。いやー、今回のユニクロ U は結構難しいなって思いました。僕自身があんまり、やっぱり新しい服を買うときってなるべく自分が着たことない服を買うっていうのもあるし、今回のユニクロ U は結構自分が着たことないテンションの洋服多かったし、その中にこうちょっとこれおすすめしたいなみたいなものがたくさんあったので、まあそういった意味で結構なんか初めて着るアプローチのものが多かったからこそ、すごいなんか着こなし考えるの疲れましたけど、まあなんかいろいろこうやっぱり洋服と向き合ってある程度自分なりの答えは出せたかなというふうに思うので、結構楽しい時間を過ごせました。で、今着てんのがね、ユニクロのモックネックのニットですね。これ面白いんだよ。なんかスウェットとニットの中間ぐらいのデザインで、本当にあんまりドメスティックブランドにはないような、ちょっと本当にルメールらしさのある、なんか品のある感じのニットで、品はあるんだけどなんか機材になりすぎない絶妙なテンションで、なんか普段僕黒買わないですけど、なんかこれに関してはちょっと黒新鮮だなと思って黒を買っちゃいました。なんか黒って大体ユニクロとかだとちょっと安っぽさが表に出ちゃうからあんまり買わないんですけど、この黒に関してはなんか結構安っぽくもあんまり見えないなって思って非常に気に入ってます。なんかこういうね、新しいアイテムにまさか挑戦してみる。ほんと黒のニットとかほとんどこういうシンプルなデザインのもの着ないですからね。けどなんかちょっと今日は気分でこんな感じのやつも買っちゃいました。で、今後まあね、今いろいろ鏡と向き合って、まあ、なんだろうな、こう、洋服のアプローチいろいろ考えたんですけど、これをいざ動画にするってなるとすごい大変だなと思って、多分今から収録して2時間ぐらいかけて収録すると思うんですよ。で、2時間ぐらいかけて収録したものをさらにおそらく6から8時間ぐらいかけて編集すると思うので、おそらく8から10時間ぐらい、1本の動画にかかるんですけど、もうそれやるの正直しんどいなーっていう風に思って、もう今日はもう購入品紹介をライブでやろうかなっていう風にちょっと路線を変えました。まあライブでやるとちょっと一つ一つの確かにこう商品説明のクオリティとか落ちるかもしれないんですけど、まあその分なんかホットにこうなんつうの今の気持ちだったり、まああと視聴者様からしても、まあ多分今日金曜日なんで土日にお買い物に行く人多いかなと思うので、まあなるべく今夜中に多分いろんな情報を知れた方が、まあお客様じゃないか視聴者様のためにもなるかなと思うので、ちょっと今日はもう昼間にライブやったけど、さらに今夜もライブをやる感じにして、まあその後ゆっくり動画作りはしようかなっていう方針に切り替えようかなというふうに思ってます。いやー、ちょっと今日はしんどいですけど、もう本当にね、昨日からずっと寝てないので、もう目もしょぼしょぼですけど、ちょっと最後ライブ一頑張りやってみようかなというふうに思ってます。はい、って感じでちょっとライブに向けて、ちょっと携帯の充電とかもほとんどないので、ちょっと充電しながら、ライブをやっていく準備をしたいと思います。はい、ということで、ライブ配信、やりました。購入品紹介のライブ配信をやって、で、その後に、ちょっともう、この際だから、一気に、視聴者様からの質問も答えちゃおうかなということで、Q&A のライブをやりました。なんで、今日本日、ライブを3本やりました。もう、正直、寝てなかったから、もう頭がほとんど回ってなくて、もう今もあんまり回ってないんですけど、すごい疲れましたけど、まあ、本当に皆様のなんかこう、参考になったなら、よかったなというふうに思ってます。疲れたということで、まぁ、ちょっともう今日はさすがに脳内停止状態なので、これで帰ろうかなと思います。まぁ、本当にやっぱりユニクロの発売日ってすごい忙しくて、まぁ、今日はちょっとね、それに加えて朝からサッカー行っちゃって、もうほぼ睡眠を取れなかったっていうのもあるんですけど、まぁ、けど毎回こうやって、本当はこんな感じで購入して、まぁ、ちょっとライブでやって、その後コーディネート考えて写真撮ってとかもやって、その後にまぁ、営業終わりに動画撮ってって感じの流れが多いんですけど、今日はちょっともう動画を
撮る記憶がなかったので、まあ、ちょっとライブ配信を3本やるっていう形に、なっちゃいましたって感じで、結構 YouTuber にとって本当、まあ、つかユニクロをやってる YouTuber さんみんなこんな感じで、ちょっとユニクロの発売日は多分忙しくやってるんじゃないかなと思います。本当にね、当日に動画を出してる人たちすごいなって思います。感心しちゃいますね。やっぱ動画撮って編集してあげるってものすごい、もう本当に朝から行ってその場で着画とかいろいろ撮ったりして編集するってものすごい大変な作業だと思うので、僕なんかはライブでやってるからただ話すだけですけど、本当編集作業やってる人はやっぱすげえなっていう風に感じますねって感じで、まあちょっと今日はユニクロの動画をね、まあユニクロ発売日からどんな感じでやってるかみたいな裏側もお見せしたくて、Vlog という形で撮ってみました。まあ本当もう疲れたけど、まあ本当にこういう生活を僕はしております。本当にね、お店の仕事今日全くで、まあ一応接客もしましたけど、まあなんか全くできなかったので、明日とかお店のオンラインのね、掲載とかもやんなきゃなと思って、ちょっと仕事いっぱい溜まってて、もうほんと疲れてるし、なんかネガティブな最後終わり方で申し訳ないんですけど、ちょっと今日はゆっくり寝て、明日また頑張ろうと思います。ということで、こんなちょっとつまらない Vlog でしたけど、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。今後も、コゾナチャンネルね、飽きずにぜひ見ていただければと思っております。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。また Vlog もなんか好評だったらやるんで、なんか面白かったらいいねとかコメントとかください。バイバイ。